申し込む。相方のルも呆れた千鳥、最後のおごりっぷり。現役放送作家 X 氏の芸能界マル秘裏話。2015年の頃、千鳥の最後37にはかなりの額の借金があった。チュートリアルの福田光徳によると、800万円ってすごい額やな。何でそんなできてん借金。あいつは飲むし、後輩を連れてくもんな。昔の芸人さんの感じやなと心配している。相方のノブも最後の金遣いの荒さについて、給料を前半で使うんですよ。最後は前半でご飯に行く後輩らにお寿司とかおごっちゃうんですよ。月の後半になるとお金がなくなり、最後が3万円のスニーカーを買ったんですの、レジのところに横なんで、俺後ろで聞いていたんですけど、カードを出して店員さんが何回払いにしましょうかで、最後は10じゃ。で、あまりの分割ぶりに腰を抜かしたノブだった。デビュー当時から最後に可愛がってもらっている南海キャンディーズの山里亮太も毎晩のように飲んだ大阪時代を振り返っている。初歩的なオーディションに受かっただけでも、タイゴさんが今日ワイワイじゃって、わしあぶくゼニが入ったから今日全部使わないとあかんねん、ちょっと下ろしてくるって言ってバーっていくところが僕ら気づくんですけど、消費者金融に行く。最後は山里を回らない寿司店へ連れて行き、わしトロ嫌いやわなみダッシュと自分は食べずに後輩に振る舞った。タイゴさんが頼んだ注文ベジタリアンみたいな状態になってて、カッパ完了みたいな。お山里は当時を懐かしむ。タイゴは渡辺直美ともたびたび寿司店へ行っている。タイゴによると、すっごいいいもの食おうとするんですよ。ナオミがご飯行きませんって言うから、何が食べたいか聞いたら、お寿司食べたいですって言うから、ほんならナオミ寿司屋予約しとけやって言うてで行ったんですよ。すると、おいおいガチのお寿司屋か、わしは寿司屋風でよかった。ほんでお会計なんぼですかって聞いたら、3人で12万円と心臓が飛び出しそうになったという。そんな太鼓を見るに見かねた先輩の焦燥カストヨは、太鼓お前大寿司禁止じゃ、2年だけ寿司を我慢したらええ話なんですよ。こいつええかっこしておごるから、最後には悪いけど、おらへんところで直美ちゃんとかのぶこぶ平成のぶしこぶしとかに、お前最後とこういとこいくないでと、最後の散財を止めようとしている。その一方で、最後は最近志村健と頻繁に差し飲みするようになった。志村さんくらいになると飲み方がすごい。まず寿司屋に行って、銀座のクラブに行って、寿司屋に戻るんですよ。寿司でホステスを挟むというか、と楽しげ。大好きな寿司に囲まれ、ようやくおごる側からおごられる側へ。これで少しは気が楽に。推しプロフィールイコール1967年東京神楽坂生まれ。23歳の時にラジオ番組で放送作家デビュー。現在は BTA から苦情が絶えない某人気バラエティ番組やドラマの脚本を手掛ける。